おい、これバカムキムキなんだけど。ボケだな、この頃は。はい、どうも、北のうちひたちのブルです。ハルくんです。卒業おめでとうございます。まあ大体まあ今日か明日かまあ明後日かまあ3月の中盤から僕らの母校が今日卒業式らしいんですよ。だから2014年に卒業したから4年前ですけど。4年前だね。ちょっと卒業をね見ていこうじゃないかと今回。まあでも今日は俺この日のためにちゃんと黒染めしましたから。卒業式においてピンクなんて一緒だね。俺2014年3月1日もうちょうど4年前。ちょうど4年前。ちょうど4年前ですよ。すげえ。ぴったり。ちょうど4年前の今日。うわ来た来た来た。これ全体写真、これいつ撮ったんだっけ。これなちょっと卒業前だよね。前だね。だら僕らの学校で私服だったんで。いたあ、いたじゃあやら僕はいたいや、いた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 インパクトやで。写真撮るときはもうナリスが定番みたいな。まあそうだね。肩ムキムキじゃん。だいぶいないで。俺行ったから分かるんだけどさ。あそこいない。実施だから。気になる。ねえな。結構は。で、ここでも、この集合写真のやつでもナリスしてる。ここでもやってたのか。クラスの集合写真のナリス。やばいな、しかもこのナリス。いるんだよね、常に隣に、こいつが。メンバーの。同じクラスだったかな。カッティが。うん。もうこれナリスを探す遊びになってきました。あ、ありました、ありました。あ、ありました、ありました。早速見つけました。ナリス3枚。またナリス。ずっとナリス。あ、でも隣ちゃんとピースしてるで。本当だ。理系と文系あったら絶対交わらないんだよね、あんまり。授業も一緒じゃないし、体育も一緒じゃんだから。もう後半から本当にね、そう。全く違くなっちゃう。うっそ、お前の眉毛細いじゃん。あ、なんか眉毛薄かったな。あ、こっからは入学式とかだ。入学式もあんの。つまり4年前のさらに3年前でしょ。7年ぐらい前入学式も撮られてた。あ、これ俺や。寝てるけど舐めすぎじゃない。いやちょっと生きてたから中3の時でしょ。これもう高1になりかけでしょ。いた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 。やばい、これ奇跡の1年生のこれや。これ初めてお互いを人に披露した時の。お互いのおのじもしない人でお前が無理やり触ったんです。無理やり。おお、これ2年生だ。これ2年生段階全部抜かれてんじゃん。お前のタイ段階を経て。ちょっと待って、これもでも一応。あ、いるじゃん。いるじゃん。お届けしてる。いるじゃん。これいるじゃん。これ俺ら3年生最後でやったやつじゃん。おい、ダメ。おい、おい、ちょうどでやってんのよ。超脱いでますやん。バカムキムキなんだけど。あ、うわ、やばい、見学旅行や。どこ行ったんだっけ。あ、これ広島とかか。大阪、広島。体育祭。うわあ、いた。またナルスしてきた。もう来た。もうまたナルス。よし、やばい。おお、来た。ナルスやばい。すげえ。とう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 復旧した。みんなにナルス。全員がナルスしてる。これできたことが僕の一つのそのね、なんか形なんじゃないかと。ああ、3年間ね。え、いやいや、なんで最後寄せ書きですよ。寄せ書き書いた書いたっけ。全然寄せ書きの記憶ないよ。だから俺のあれやん。おぉ。3年間ありがとう、大学行ってもお互いしようぜ、フェルトってな。ちゃんとちゃんとこの頃がフェルトって書いてるんですね。ちょっとそこに切ってるけど、でもまあいいね、ちゃんと残したのが嬉しいな。え、じゃあ俺の隣にお前のこと書いてるのかな、ワンちゃん。いや、書いてるかも。え、じゃあ書いた記憶ないんだけどな。書いた時多分今日卒業の人は卒業もらった。多分統一にもらえるんだよね。統一もらえるんじゃん。俺卒業式の日もらった気がするもん。うん、いやだからまあ今日卒業の人は仕方ないけど、多分明日卒業、明後日卒業の人は寄せ書きとかね、ちゃんとね書き合った方がいいと思うね。俺ね、まず生きてて、なんかそういうのいいからみたいな。そうだよね。いやでも、まあ今になったわけですよ。いや、4年前思ってた。あ、いや、こんなコスプレしてさ、カメラの前で2人で喋ってさ。いや、一つ言えることは、うん、俺の青春はずっと終わらない。3月9日が流れてる。今流れてる。まぶたの裏にいることで、というわけで、本日卒業した人、はたまたもう卒業された方、ここから卒業される方、本当におめでとうございます。おめでとうございます。
まあ一つ言えることは、社交は行った方がいい。社交は行った方がいい。そこかよ。